サッカー J3 の松本山雅が下田正宏新監督のもとで初練習を公開しました。昨シーズンは4位にとどまり、再び J2 復帰を目指すチームは新加入の11人を加えた34人の選手全員がおよそ2時間汗を流しました。 J3 でやっぱり得点を、そのくらいの覚悟を持ってやりたいですね。松本山雅は3月の開幕戦に向け、22日から和歌山県でキャンプを行います。